HTB 公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はご家庭でも皆さんよく作られると思います、お味噌汁をご紹介します。まずは材料ですが、こちらにお豆腐でしょうか。はい、失礼いたします。かなりずっしりとしたお豆腐ですね。かなり固めになっております。1センチ角ぐらいで切ります。おお、これはかなり力のいる作業になります ね。固めのチーズのような感じになっておりますが、1センチ角で切っていきま す、ね、続いてネギです。小口切りに、あ、この薄く切らなくちゃいけない作業が大変です ね。このおネギなんですが、中心の部分が緑色で、本当にこれ一つ一つそのネギの葉がこう渦を巻いているところも再現されてるんですね。で、青い方も同じように。はあ、はい、オーブンの前にやってきました。はい、味噌汁に入れるわかめをですね。これがわかめの元ですね。わかめを薄くの板に伸ばします。はあ、筆を使ってわかめの元を伸ばしていきます。1分ぐらいこう。およそ1分です。あ、もう大丈夫ですね。あ、できました。あ、ちょっと熱いですが、こうやって手で持って、はい、ここでつるんとしているの で、ここで少し、まあ、包丁で切るよりハサミで切った方が切りやすいです、ね。はい、ちょっと特殊なハサミですね、先端が。そうですね、万能バサミ。あ、万能バサミでカットしていきます。わかめを入れるとミネラルも取れていいですよ ね。これ適量ですね。1人前ぐらいを入れます。2杯分入りました。これぐらいですね。まず白、白が入ります。白が入ります。はい、黄色も入ります。黄色が入ります。これがだし色っていう、ね、だし色というのがあるんですね。赤ですね。赤を入れます。グリーンを入れます。はー、隠し味がグリーン。そうですね、赤い色を入れすぎるとなかなかいい色が出てこないっていう。グリーンというのが、うん、ちょっと違う発想ですよね。で、これをお椀に入れていきます。はい、お椀にいっぱい入ります。このぐらいですね。はい、ここに具材を入れていきます。本来お鍋の中で具材を合わせますけど、ここはもうお椀の上で完成させるんですね。ちょっとこれ泡が立ってるんで、ちょっと泡を消します。はい、あ、これを吹きつけると泡が、あ、泡が消えましたね。で、これで完成ですね。これでお味噌汁の完成です。固まるのにね、3、40分かかる。温かいです。本当のお味噌汁のようですね。